ギアリングはアメリカ海軍の駆逐艦。ギアリング級駆逐艦のネームシップ。艦名はギアリング家にちなむ。ギアリングは1944年8月10日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で寄港する。1945年2月18日にトーマス・ M ・フォーリー夫人によって浸水し、1945年5月3日に艦長、 th コープマン中佐の指揮下収益する。キューバ沖での成長後、ギアリングは1945年7月22日にノーホークに到着、他の駆逐艦に上艦予定の乗員の訓練を行い、10月5日にメイン州カスコアンに入港した。10月26日から19日までコネチカット州ニューロンドンで海軍記念日を祝う催しが開かれ、 総計5000名の市民がギアリングに上艦した。その後11月4日にフロリダ州ペンサコラに入港、空母レンジャーの護衛に従事した。1946年3月21日にノーホークに帰還し、ギアリングは平時の作戦活動を北米及び南米の大西洋岸、カリブ海で行い、モンテビデオ、ウルグアイ、ブラジルのリオデジャネールを訪問した。 1947年11月10日に最初の地中海巡航に出航し、アルジェリア、マルタ、イタリア、フランスを訪問し、1948年3月11日にノーホークに帰還した。その後1949年1月4日から5月23日まで再びヨーロッパ海域に展開した。1949年の秋、ギアリングはフロストバイト作戦。 北極圏への巡航及び寒冷地での技術及び装備開発に参加した。その後も東海岸沖及びカリブ海で1950年末まで作戦活動を続ける。1951年1月10日から5月17日まで地中海配備につき、その年の残りは北はハリファックスから南はキューバまでの海域で訓練巡航を行った。 1960年代まで続く平時活動のパターンが確立され、年に一度の地中海巡航、大西洋及びカリブ海での演習が繰り返された。活動の継続で有事即応性が保たれることとなった。1961年後半から62年、初めまでボストンで近代化及びオーバーホールが行われた。1962年10月のキューバ危機に際し、 ギアリングはキューバの封鎖に参加した。11月1日にノーホークに帰還。その年の残りは大西洋での作戦活動に費やされた。1963年初めにスプリングボードマイナス63作戦に参加し、3月に地中海に展開、夏を第6艦隊との任務で過ごす。9月にニューポートに帰還するとフラムアイオーバーホールが行われた。 1964年の春から夏にかけて、カリブ海及び北大西洋で活動した後、10月4日に地中海入りし、再び第6艦隊に加わる。1965年をはじめに母港に帰還し、1967年まで大西洋艦隊との作戦活動に従事した。ギアリングは1973年に退役し、1973年7月1日に、 除籍1974年11月6日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。